先月、東京から一組の親子が熊本市の慈恵病院を訪れました。松木明弘さんと智美さん、そして息子の淳くんです。これ初めて会ったね。赤ちゃんだったね。今も赤ちゃんかな。ちょっと大きくなったね。大きくなったね。家族にとって病院を訪れるのは1年ぶり。淳くんは1年前、慈恵病院で生まれました。松木さん親子に血のつながりはありません。二人は特別養子縁組を仲介する団体ベビーポケットを通して淳くんを迎えました。やっぱり原点なんで、ここがなんて言うんだろう、大切な場所ですね、僕らにとってみたら。去年夏、3000グラムを超える元気な男の子。産んだ女性は経済的な事情から慈恵病院に相談し、子供を望む家庭に赤ちゃんを託すことを決めました。それが松木智美さんと明弘さんでした。結婚生活のほとんどを不妊治療に当て、体も心も限界に近づいていた夫婦。子供を諦めかけていた、そんな時でした。子供の虐待だとか、その赤ちゃんを遺棄するだとか、そういうニュースがすごく目につくようになってきて、もしうちでいいんであれば一緒に家族を作っていきたいなって思うようになって、こんなすぐ会えるんだね。来たよ。はい、赤ちゃんお連れしました。はい、お腹減ってるかも。みんなない涙で。初めまして。さあ、手をいいです、うん、どうぞ。夫婦は命のバトンを受け継ぎました。二人だった家族が三人に。夫婦は淳くんが経験するいろいろな初めてを見守ってきました。大変だけどすごく楽しい。一緒じゃないといろいろ経験できないことが経験できて、本当になんか感謝してますね、この出会いと淳が生まれてきてくれたことに。宝物です。淳くんが生まれて1年、戸籍の上で正式に親子になる特別養子縁組が認められました。
ちゃんここで写真撮ってあげよう。一人で歩けるようになったじゅんくん。毎日毎日が新しいことがなんかできるようになってて、昨日できなかったことが急に今日できるようになってたりとかね、うん、もうね、なんか一個一個が全部嬉しくてしょうがないですよね日々感じる我が子の成長その成長とともに乗り越えなければいけない壁もありますそれは誰から生まれてきたのか、真実を告げること。松木さん夫婦は純くんに生みの親について隠さず伝えると決めています。日々ちょっとずつ伝えていくのが私たちの使命というか、しなきゃいけないことなので、ママ、うん、この子がその養子だってことで不安に思うような状況は絶対に作らないようにしていこうと思ってます。あやとさんいた同じ時を積み重ね絆を深めていく親子。血がつながってないっていうことは、まあ、ただそれだけのことっていう今は感じです。まあ、いろんな家族のあり方があって、で、まあ、今回特別養子縁組でこの子を迎えることになって、まあ、いろいろまだ誤解もあるでしょうし、知らない人もいっぱいいると思うんですけども、家族を新しい絆で作っていきたいなと思います。